何から探っていこうか、いっぱいなんかありすぎて。じゃあエッチ情報ください。ありがとうございます。すいません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何しようかな。チューハイで。はい。でもなんか、いろいろな。メンヘラサワーって何なんですか？メンヘラサワーね、あの、ブルーキュラソーのカクテルで。カクテルなの？青いだけ。青いだけ。そう。何が、あんまりな、ね、うん、なかなか、あ、でも、自家製。スパイス、はい、っていうのは、あ、あのここに出してないけどできますよ。あ、そうです。人気です。人気ですか。ちょっと甘いけど。あ、うん、じゃあ、スパイスレモンさん、お願いします。もっとなんかイメージですけど、なんかおじさんがやられてると思ってました。すいません。よく言われますね。そうですよね。なんかデンデンさんみたいな人がやってんのかなと思って。でもなんかこういうコンセプトで男の人だったら怖くないですか？いや、もうなんか自分の趣味でそういう批評感って、これ今なんでしょう、なくなったりするじゃないですか、だからそのつてをあれしていろいろ物をもらってきたり、批評館マニアの人があれなのかなって、勝手なイメージです、すいません、男ではないですけど、まあ確かにこう閉館したところの、あ、そうですか、物をこう買い取って、あ、そうですよね、これも、はい、ありがとうございます。いただきます。スパイス、スパイスレモンさん、あ、ちゃんとグラスも何ですか、レモンと、シナモンと、クローブと、はい、あと八角切れただけ、 あら、あと鷹の爪と、ね、あとブラックペッパーとかです。あら、そんなのをつけてるんですか？つけて、はい、つけて、でレモンとね、はあ、いただきます。あ、本当だ、匂いがシナモンですよね、匂いが。あ、思ったより甘かった。甘かった。いや、大丈夫です。何から探っていこうか、いっぱいなんかありすぎて。でも新しいですか？そうですね、3年目。あ、3年目ですか。あの閉館結構続々相次いだ年があって、はい、そこから、まあ、あのこう閉館に立ち会ったりとか解体とかね、はい、あの、はい、立ち会ったりとかした時に、まあ、なんかこう買い取ったりとか、まあ、いただいたりとかしたもの全部私一人暮らししてた自宅に置いてたんです。そばにこういうの、これもあれですよね、看板、外看板ね、自宅に置いてた、自宅に寝室とかに置いてたの。あら、これも、それも、それも押し入れ流れです。あら、なんで集めるそれ、自分が好きだったんですか昔から。あのね、のなんだろう、こうやっぱりもう物が好きというよりかは、はい、こう人と知り合って、はい、でやっぱりこう閉館した後に物がね、こう思い入れがあって捨てられないと、はい、でやっぱ誰か買い取ってくれる人を探してるっていうのを言われて、はい、じゃあもう私がじゃあ買い取ります。で、あ、もう集まったから、でこのお店はだって3年ぐらい前で、うん、じゃあお店にしちゃおうと思ったんです。
あのね、そうなんですよ。まあ、ずっと、いえいえ、そんな、なんか、私、二十歳ぐらいからずっとゴールデン街に行って、アルバイトしてたりとかして、うん、まあ、独立することも考えてて、はい、っていう感じですね。ゴールデン街でやられてたんですか。そうです、そうです、そうです。これどうやって、これはね、梱包な、どうやって運ぶのこれはお店最初できた時置いてなかったんですよ。ああ、はい、この大きいのね、あと、はい、奥の観音様とかね、うん、そこの赤い椅子とかは あこれもですか。そう、それは北海道日本館のもので、はい、あのね、閉館した時にあの何点かこっちに引き上げてたみたいで。ああ、なるほど。小田原の人なんですよ。はい、 それでまあなんかもうそろそろ高齢だから処分しなきゃってことで、はい、もう買うのなんかあんたしかいないだろうって言われて、そう、300万とかで売りつけられたっていう。マジですか300万。そう、エッチチョコって何なんか入ってるんですか。形、違う違う、形がね、そういうやつだけです。あ、なるほど。じゃあエッチチョコください。これどうせやったらね、別にそれは作ってる、売ってるやつですよね。売ってるやつですよ、ドンキとかで売ってる。あ、ドンキとかで売ってるの。言っていいんですか、そんなの。言っていいですよ。みんな聞かれるんですよ、これどこに売ってるんですかって言われて、ドンキとかで売ってますみたいな。でも確かにこういう秘宝館ってなんかこういう天井になんかね、飾ってありますもんね。ありがとうございます。これが、エッチ。ちょっと、取る、大丈夫ですか。あの、すいません。ハテナのやつがちょっと映せないやつかもしれない。あ、そうですか。まあでも YouTube だから。普通にでもドンキで売ってんだ、これ。最初はみんな黙ってはーってこういう感じですよね。大体、うん、でも、うん、ほとんどの人がネットで見てきて、うん、で、割と女性が多くて、あ、そうですか。あの SNS で自撮りとかしてあげてくれるみたいな子が多い、うん、だってこれもシーンの恋人はやっぱそういうなんかあるんですか。うん、あの展示されてた時は真ん中に白雪姫の人形、そういうことなんだ。その周りで、うん、あ、なるほどね。だってこの絵は描いてもらった。そうです、あの北海道秘宝館のモンローとかがいたところのメインの展示物の壁をそのまま、あの描いてある時に写真撮ってたんで、あ、それで描いてもらった。そのまんま同じように描いてもらって、やっぱ北海道秘宝館すごくこう、ね、中の人ともすごいよくしてもらったし、思い入れが強くて、うん、やっぱメイン、あのこうちょっとこう森っぽくしたのも北海道のイメージ、もうじゃあ北海道秘宝館のイメージ、北海道の秘宝館もこういう感じだったんですか。そうですね、やっぱ剥製がメインだったんで、森、一冊ちょっとなくて、北陸、これは、これが新潟はね、実現してないんですよ。だからイラストだけなの。実現してない、うん、人形とかあのできてないまま、なるほど、結局できなかったから、ちょっと、でも別班もなくなったんですか。そう、このまさにこの、あ、え、そう、なるほどね。あ、が、うん、そう、へえ。僕九州なんで近かったんですけど行かなかったな。大人、あ、なるほど、旬だと思います。持ちますか。あ、やっぱいいな。別府は
2回改装してて、あ、そうなんですか。で、白雪姫になる前はその白雪姫の蝋人形はね、天地真理の蝋人形だったんです。昭和ですね。ね。天地真理。今は何やってんだろう。全く見なくなりましたね。たまにニュースね。あ、そうですか。わかんないですよね。あ、本当だ。天地真理でしたって書いてある。それ天地真理に許可取ってたのかな。撮ってないですよね、あの時代ね、うん、綺麗だな、天地真理もこの時代のそんなこと言ったら今あれも気まぐれをオレンジロードみたいな、あれピンクチラシ、あ、ピンクチラシなんですね。トイレにいっぱいピンクチラシ貼って、あの、なんだろう、なんかコレクターキスっていうか、うん、集めるのが好きでね。で、まあ、いいですか、トイレに貼って。そうそうそう、ピンクチラシね、今ないですもんね、うん、すいません、失礼します。あ、本当だ、うわ、トイレって感じですね。あ、なんか音が、これピンクチラシ、ああ、うん、あ、この中か、ああ、あら、一番トイレがこだわってるかもわかんないです。ね、ピンクチラシ、これを集めたな。頑張りましたね、これは。すごい、いや、もう頭が下がりました。本当にどうやって取っといたわけじゃないでしょ、どっかにあるやつを、ええ、あの、誰かが集めてるやつを、なんかこうね、買い取ったりとかしてたんですけど、たくさん内装やってる時に、はい、あの、壁塗ってたんですよ。なんかこう寂しいなと思って、そういえばうちにピンクチラシあるわ。あ、そっか、すごい、入ってた。それはちょっと感動しますね。いや、北海道のやっぱ秘宝館のあのポスター、あんなやっぱ動物が多かったんですね。そうです。ああ、なるほど、うん、いや、すごい。せっかくだから字、お土産かなんか、これお土産お売ってるやつですか。はい、この下の、これ手ぬぐい、ハンカチ、ね、イエスの枕、イエスの枕なんだ。ああ、いいな。あ、これ店のオリジナルのやつなんですか。そうです、あ、これピンクチラシ、あ、なんか友達バーやってるから、なんか何がいいかなと思って。でも、今年はもう休業がすごく長くて、ね、全然やることなかったから、そういうグッズを作って暇を、そう、持て余してる暇をね、いろいろやったっていう。いや、迷うな。イエスの、イエスの枕もらって嬉しいですかね、シャレで。新婚のやつに、このリボン。ありがとうございます。すみません。もうさ、でも大丈夫ですか、最後に言ってるんですよね。うん、大丈夫ですよ。大丈夫。これも、もうどっかにあったやつをあれしたんですか。そう、あの、それも北海道ですね。あ、北海道にあったんだ。で、買い取った時に持ってなくて、うん、持ってなかったんですって。あ、そうなんですか。なんか持ってたっぽいよなとは思ってたんですけど、後付けってことですか、じゃあ。そうで、昔のその資料を見てたら、こういう同じようなこれをね、これを持ってたんです、はい、だから写真を元に作った。あ、作ったんだ。へえ、石油粘土で作ったんです。あ、なるほど。それは新しい、うん、
うちのマッチもあります。そうですか。作ってですか、マッチ。あら、ちょっとマッチ、マッチでタバコ吸おう。使ってください。ありがとうございます。あれ、いいじゃないですか。日本の新名所。それも北海道、はい、あののキャラ、あのね、パンダ、パンダの剥製が売りだったんですよ。あ、へえ。そうで、それをキャラクターにしてるから、そう、あ、すみません、皆さん、マッチを。トイレ圧巻ですね、うん、意外とだって分かんない、いくつなんだ、年聞かなかったな、まあね、あんまり女性に年聞くのもあれ、ね、いい趣味だなって思いました、うん、どこまで映せるかちょっとあれなんでしょうけど、 YouTube はでもね、でも綺麗にしてる、ありがとうございました。いいのか、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。